たくさんのファンの皆様とタオルがすごい目立ってますよ。はい、ありがとうございます。さあ、1号艇で登場でございますが、今のお気持ちいかがなんでしょう。まあ、いつも通りです。はい、いつも通りです。来ましたね、1号艇が。またあ、はい、嬉しいです。嬉しいです。まあ、昨年のリベンジの意味も込めて、この1号艇手にしたモーターの手応えから教えてください。これ日に日に良くなってると思います。この辺もこの後ももう一発欲しいなっていうのは、本当は少し欲しいんですけど、そこまでの調整力がないので、クレバラッキーぐらいです。はい、クレバラッキー。そこはもうしっかりと煮詰めながら、時間ありますので、はい、いろいろ試して、はい、もう1号艇ですから、もうここはコースはもうもちろんインコースから。はい、もちろんインから行きます。スタートがいかがなんですか。スタートはまあタイミングはまあ早いのは言ってないですけど、勘通りは勘通りなので、うん、はい、あとは自分次第です。もうあとはそこはもう自分の気持ちで。そうで、まあ、気持ちというか、まあ、いつもの見え方でいけばちゃんといけると思います。うん、はい、いやでも本当隅の上で1号艇でもうこの雰囲気ですから楽しみたいですね。いや楽しみですね。本当に隅の上のこの雰囲気大好きなので。大好きでございますから。もう本当にこのファンの皆様を最後また独り占めできるかどうか。あ、もう独り占めします。はい、します。ありがとうございます。さあ、ということで、もう本当にもういろんな思いがあってこの1年の締めくくりですから。はい、もう去年のことは忘れて、ここの一戦ですね。あ、はい、そうです。はい、はい、さあ、それでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、最後、ファンを独り占めしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。さあ、田口選手もちょっと昨日はアクシデントがありまして、はい、そんな中でもレース行ってみてモーター的には大丈夫そうですか。はい、何も問題なく。はい、はい、さあ、その中田口選手がここいいなと思ってるモーターの手応えいかがなんでしょう。ここいいなはないんですけど、はい、まあ戦える足は十分あると思います。ということは自分の中では合格点は合格点。まあそのこのエンジンの、最大限ぐらいは引き出してると思います。はい、さあ、この後の作業としましては12レースまで時間ございますが、あとはもう乗り心地だけ微調整していきます。やっぱりそこの乗り心地はかなり重要。はい、はいはい、さあ、2号艇で登場です。コースもその辺で。そうですね、2コースから行きます。スタートいかがなんでしょう。まあ、ぼちぼちですか。ぼちぼちです。もう本当にね、ファンの皆様は、まあ、勝手なイメージですけども、やっぱり昨年といろんなことがこうね、枠番とかいろいろ考えるとリンクしたりするんですけど、はい、どうなんですか、田口選手の中では。まあ、去年は去年なんで、うん、はい、今年は今年で、はい、今年で、はい、今年で、はい、さあ、2号艇でございますが、2コースのイメージ自分の中ではいかがなんでしょう。2コースは好きだし、自分でも得意だと思ってます。得意だと思ってます、はい、ということはもうしっかりと逆転、はいはい、2コースからでも任せると。はい、頑張ります。その気持ちでいつものあれをやってくれるんですよね。今節は押し通してるやつを。え、何。いや、もうあれしかないじゃないですか、田口さん。いや、もう優勝したらやります。優勝したら、優勝したら、もう違いますよ。ここで意気込みを聞かないと、やっぱり。いや、もうもう皆さん期待してますから。それでは田口節子さん、はい、ラストに山口さんに一言お願いします。やればできる。ありがとうございます。日本で田口哲子選手でした。さあ、3号艇で登場でございますけども、今のお気持ちいかがですか。いや、本当にたくさんお客さんいて、うん、はい、嬉しい、嬉しい、なんか、はい、すごいテンション上がりますね。はい、気持ち高まってきました。いや、高まりますよ。だってもう前のお客さん、はい、だってかなり走ってきましたよ。はい、皆さん怪我しないように。いや、そりゃそうですよ、はい、本当は優しさありがとうございます。さあ、そんな中、守屋選手の手にしたモーターの手応えいかがなんでしょう。そうですね、本当に、引いた時は勝率が一番下だったので、うん、不安だったんですけど、乗ってみるとすごくいい動きしてくれてたので、はいはい、どの辺が気に入ってますか。はい、もう全部気に入ってます。全部気に入ってます、はい、特にここいいなっていうのはレース足がいいと思います。レース足がいい、はい、ということは、この後の作業としましては、もうそれをキープしながらも、はい、プロペラしっかり元の形に戻したいと思います。昨日落ちると跳ねてましたね。はい、やっぱりちょっとバチッと一着狙いに行きました。スタートも決まりましたが、いかがだったんですか。はい、仕上がりは問題なかったんですけど、うん、はい、あとは
弾力の問題だと思います。さあ、その中3号艇のイメージ頭の中ではできてますか？はい、しっかりできてる。どっちですか？皆さんのご想像に、ご想像にお任せします、はい、スタートは、はい、大丈夫、はい、大丈夫です。さあ、ということで、そしたらもうその後はもう3号艇のイメージをしっかり皆さんでしていただいて、はい、クナシは万全、はい、スタートも万全、はい、もう本当にあとは自分が攻めるのみ、はい。さあ、ファンの皆さんもだいぶ集まってますから、最後、はい、森谷選手一言お願いします。はい、エンジン信じて最後悔いのない思い切ったレースしたいと思います。見ててください。ありがとうございます。おはようございます。さあ、4号艇で登場です。今のお気持ちいかがなんでしょう？はい、優出できて嬉しいです。いやもう、はい、もう枠番抽選のあの慎重に回してる時から皆さん注目してましたよ。あ、もう見せ場がそこしかないと思って。そんなことないですよゆっくり混ぜながらね、1がね、引いた時はね、1と2出たんで、もうね、最高ですね。はい、見せ場はね、もう作れたと思います。いやいやいや、こっからですよ、はい。さあ、モーターの手応えいかがなんでしょう？はい、あの今日の朝試運転して、はい、まあ、今日の朝が一番感じ良かったです。ということは、はい、船足的には満足？そうですね、まあ、優勝戦入ると目立つことはないんですけど、うん、まあね、みんなよくエンジン出してるんで、はい、うん、もうちょっと頑張りたいなとは思ってます。もうちょっと全体的にどっか上積みできればなと、はい、うん、でもまあ、はい、現状は自分の中では、はい、まあ、頑張ってる方かなと思います、はい。4号艇でスタートいかがでしょう？スタート感、まあ、スタートもだんだん、はい、見えてはきてます。勘通りです。勘通り、はい、4号艇です。コースです。コースが初めてダッシュ戦なので、そうですね、うん、まあ、ちょっとどこのコースになるかも分かんないんですけど、うん、まあ、今までのスタート特訓を踏まえ、はい、まあ、優勝戦は頑張っていきたいなと思います。しっかりともうダッシュになれば、はい、初めてのダッシュでもスタートはパチッと決めていきたい。そうですね、もうどんだけ踏み込めれるかだと思います。それも自分との戦いですね。はい、さあ、もうファンの皆さん大変集まっておりますので、最後もう一言お願いします。はい、2022年もたくさんのご声援本当にありがとうございました。今年ラスト一走、心を込めて優勝を狙います。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、遠藤恵美選手5号艇で登場ですが、今のお気持ちいかがでしょう？はい、うん、うん、よかったです。よかったです、はい。さあ、そんな中手にしたモーターどうなんですか、手応えは？そうですね、あの前傾を思えば全然あのいい感じになってます。いい感じになってます、はい、昨日ちょっと手応えは良かったです。そうですね、はい、ありました。ありました、はい。さあ、この後の作業としましては、ここもうちょっと欲しいなっていうのは、ちょっとまだ調整余してるかなと思うので、うん、しっかり合わせて、はい、いきたいと思います。そこをバチッと合わせれれば、はい、もうそれはもう SG ウィナーここは見せるぞと。そうですね、最後にいいレース見せたいです。はい、はい、5号艇です。コースですけども、そうですね、自分のコースは主張したいと思います。はい、スタート感いかがですか？ちょっと今節は質のいいスタートがいけてないので、しっかり全速でいいスタートいきたいです。もう5号艇でも自分でスタートいって、もし5コースでも自分から攻めていきたい。そうですね、はい。さあ、ということで、もうファンの皆さんもめちゃめちゃ集まってますから、はい、すごいですね。すごいですよ。最後もまた表彰式向こうで皆さん待ってますから、はい、強い気持ちをファンの皆さんにもう一言お願いします。はい、今年本当1年たくさんご声援ありがとうございました。あの最後皆さんにあの笑顔で帰っていただけるように全力で頑張ります。ありがとうございます。5号艇遠藤恵美選手でした。ありがとうございます。昨日はしっかりと2着を取り切りました、はい。モーターの手応えから教えてください。そうですね、もらった時から本当にいいエンジンでした、うん、はい。ということは全体的に気に入ってますか？はい。ということで、この後の作業としましては、そうですね、6コースなんで、うん、ちょっとペラ変えようかとか、まあ、昨日すごいいい感じだったんで、はい、あのそのままやろうか迷ったんですけど、まあ、今日も感じ良かったんで、このペラ調整でいきたいと思います。ほう、6号艇6コースなんでっていう言葉出ましたが、はい、コースの方、そう、朝起きた時まで、宿舎出るまで6コースだったんですけど、ほう、あとはもう朝特訓行って、あのワクワクした方で行こうと思って、はい、200と深いとこ行ったら、ちょっとスローいた方がワクワクしたんで、おっとちょっと12レースまでには決めます。はい、わかりました、はい。ということはもう展示からもしっかりアピールはもう決まったならばしていこうと。もう中途半端なことはしません、はい。すごいですね、ワクワクしたんですね。し
ちゃったんですよ。しちゃったんですね。ワクワク皆さんもしてますよ、それ。もう本当に期待しております。はい、スタート感はどちらでも。あのスローの方が。でもダッシュも昨日つかめたので、いいんですけど、まあスローとなるとどこから起こしてるかわかんないんですけど、はい、ワクワクしたんですよ。ワクワクした方で集中していきたいと思います。はい、さあファンの皆様大変集まっておりますので、最後もう一言お願いします。はい、1000万払ってでもやりたいネタがあるんで、最後皆さんと大爆笑で終わって帰れるように。一生懸命今を楽しみます。お願いします。ありがとうございます。ロングコーテ長嶋真希選手でした。ありがとうございました。